適切に机に置かれる直前の SCP-123。アイテム番号、SCP-123。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-123 は安全な施設内にて保持し、丈夫な机の上にストラップ、鎖、ネット、もしくはそれに類するもので確実に固定してください。フックは絶対に取り付けないでください。SCP-123 と机は、5m×5m×5m 以上の部屋の中央に置いてください。測定値に著しい影響があるため、精密測定装置は SCP-123 の 100m 以内で使用しないでください。さらに重要なことには、実験条件下を除き、絶対に SCP-123 内部へ物を入れないでください。急な持ち上げや振動を防止するため、SCP-123 の移動には細心の注意と努力を心がけてください。いかなる場合であっても、広大な水域上を介する輸送手段によって SCP-123 を輸送しないでください。レベル2以下の職員は SCP-123 の収容室に入ることを許可されません。SCP-123 に接触する際には、紐やレース、その他ぶら下がるものがついていない、肌に密着した服を着用しなければなりません。挑発の職員は、髪を後ろで掴めるかヘアネットを着用する必要があります。説明。SCP-123 は、60個の三角形からなる、直径 65cm の灰色のジオデシック球です。三角形の間は中空であり、球の内部を見ることが可能です。球体を構成する材料は未知のものですが、博士の勧告を受け、材料組成の調査は追って通知あるまで目視観測に制限されます。SCP-123 の重量は約 3.62kg であるようですが、実際の質量はより大きいと考えられています。その中心を除き、ジオデシック球は中空構造になっています。SCP-123 の中心点は、直径約 1mm の黒い球体に見える領域です。黒い球体からは、光の反射、放射は一切見られません。また、中心核は相当規模の重力を発しているとみられ、ジオデシック球の外核を境界として、内部に向かうほど著しく増大します。この重力は、数十メートル離れた地点から精密計器を使用することで測定できます。約3メートル以内において、観察者は引力の増大をはっきりと確認でき、吊り下がっている物体は球体の方へと引っ張られ始めます。球体の外殻表面では、引力によって外殻上に置かれた物体の重量が倍化されます。内部球体の特性は、外殻球の内へ任意の小さな物体が挿入された際に明らかになります。そのような物体は SCP-123 に向かって急激に加速し、消失します。SCP-123 へ注がれた液体もまた、中央の球体へ吸い込まれます。分析では、黒い球体に近づく光が中央に向かって湾曲している様子が示されています。内部球体の表面から発せられる重力量は、その質量が 1029kg であることを示唆しますが、球体外における明らかな重力減衰作用は、実際の質量がその数値よりもはるかに大きい可能性を示しています。ここで留意すべきは、通常この程度の質量はおよそ 200m のシュアルツシルト半径を持つということで、その大きさが実際に観測された約 0.5mm を超過しているという事実は、外殻球に重力減衰特性があることのさらなる証左であると考えられます。機体は SCP-123 の重力による影響を受けており、球表面の大気圧は 205kPa と測定されました。しかしながら、機体はジオデシック球の三角形の隙間を通過することができません。その理由は現在不明であり、調査中です。外殻球と内部球体が一体となって動く、外殻球が動くと、内部球体もついてくる、という事実は注目に値します。この結びつきの性質についての追加研究が提案されました。ホイ SCP-123A、SCP-123 を廃棄ユニットとして用いる旨の提案がなされました。現在の SCP-123 担当研究員である、博士は、SCP-123 の構造的完全性について懸念しています。すべての廃棄要請は、博士かレベル4職員への正式な聴聞要請を返さなければなりません。追って通知があるまで、SCP-123 に対するあらゆる接触は実験に限定されます。指揮担当官は、外殻球の耐久性を理解するためのさらなる研究に同意しています。